ゆっくりのボサノバでブラシだけでやる場合は、僕は、左手もバラードみたいに、で右手が8分を刻んで、ボサノバではフィルインって16系のこういうので合わない、8分の流れなので、ワンツースリーフォーパッポンポンタッタッタ、8分のメロディーなんかをこう右手でアクセントでタム移動とかするとうまくいくと思います。でテンポはこれですね。早いと両手でもう16ビートみたいな、という形でやります。で、よくあるのが右手がブラシで左手が、これも普通に叩けばいいです。だからこれをここで叩く、そうすると手でミュートされてるので、セルジオ・メンデスの65のあたりなんかはこういうパターン叩いてるんじゃないかなと思われるんですが、で実際のブラジリアンは全然またパターン違うみたいなんですけど、僕は分からないので、これはあくまでもジャズの人がやってるボサノバのパターンですね。で、エド・シグペン先生、僕を習ってたん で彼はとにかくブラシでボサノバとかやるときはこう擦って、で長いパルスだとアクセントがつくったから、タツツタタツツタタ、これで右手刻みながら、その方がマイルドなタツ、で右手でタツツタツクタクツクタクツタツクタクツタツクタ、左手のパターンと同じようにアクセント一緒にやるといいで習いました。っていう形ですね。っていう形ぐらいを覚えておけば、こう擦る感じだとマイルドな感じ、叩くと結構しっかりした感じっていう形ですね。ブラシはこう斜めにやるとこうロールみたいにできます。これ簡単です。力入れずに角度をこういう風に当ててから角度を上げていけば絶対なるので、っていう風な形の、フィルイン的なものもできたりします、ぐらいが僕が使ってるやつなので、あとはまあ右手ライドでこっちに行ったり、まあ右手の場所を変えて音色を変化させるみたいなのが使えるんじゃないかなと思います、以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。